績のうちの高志、とんでもない勝ち組だった。トリゴリン大ローディフェンスうちの高志23ドイツ2部デュッセルドルフが UAE 王者アルアスルーデンに移籍することが7日分かった。中東関係者によると両クラブ間で合意、近日中に正式発表される。伸びしろを残す23歳には北欧や東欧クラブだけではなく、JF 複数クラブも獲得を打診していた。その中でアルアスルーが年俸130万ドル約1億9000万円の3年契約を提示。また ACL エリートでブラジル代表フォワードネイマールやポルトガル代表フォワードクリスティアーノ・ロナウドらと対戦する可能性があることが大きかったという。トリゴリンまではギリメンバーに入れたけど、この先欧州でステップアップして A 代表を目指せる選手かというと難しいからな。3年契約なら満了でも26歳だし、そこから J リーグということも想定すればいい席と言えるんじゃないか。つい最近までボブでプレイしてたマイナー選手が23歳で年収2億と考えると夢あるよな。間違いない。今後の伸びしろはわからないけど、現時点で J1 レギュラーの実力はないから今後稼げなくなる可能性大。この年俸を提示されたら絶対行くべき。このクラスの選手にこの年俸は破格だね。高校卒業後ドイツの下部リーグから地道にステップアップしてきた選手だし、養う家族やセカンドキャリアのことを考えたら移籍したくなる気持ちもわかる。まだ若いし、中東だろうと活躍してれば3年後もドイツに戻れるとも思う。ただうちのはさっき UAE 王者のアルアスルで試合に出れるレベルなのかは不安。中東は外国人枠の選手に特に厳しいって話だけど、塩谷と似たようなルートだね。稼げる時に稼ぐっていうのはそれも生き方だし否定できんな。ある意味めちゃくちゃ賢明やね。出稼ぎ移籍。こういうリアリストは嫌いやないで。